どうも、ベネレスパース帰っていきたいと思います。はい、本日はサバカの方で南葛高校ボランティアサックスやっていきたいと思います。デッキの方は、翼、松山、優、小野、飛鳥、美咲、この6人でいきたいと思います。まあ、サブアカということでね、バッジが揃っておりますので、スマイルを持ち込んでテクニック110目指していきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方はバードルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、まずは飛鳥を踏んでいきますねと。まあ、メインね、メインは別のバッジですが、XS を超えることができました。確か XS 星1かな。うん。なので、うん。まあ、とりあえず、サブアカでも、結果を残していきたいなと。スマイルでちょっと使いづらいですが、結果を残していきたいと思います。はい、そしてアスカ、いいですね。はい。で、ここで、まあ、とりあえず1回休んでね、体力を回復させていきたいですね。はい。で、激闘を終わらせていきましょう。はい、やっていきます。で、スカイラブハリケーンやっていきますね。でもって、石崎が2位っていうのはありがたいね。では、オフェンスいっといて、とりあえずデートは、まだまだね、告白は来ないので、うん。とりあえずスカイラブハリケーンは自前で終わらせていくという形にしておきましょう。で、ここで、どこ行こうかな。黄色と青だろう。次、黄色3とか来てくれたら嬉しいから、いや、でもここでもいいな。まあ、とりあえず、テクニックいきます。体力の消費一番少ないね。テクニックいっときます。で、次、ワンチャン黄色さんで終わりますね。はい、アスカ。そして、アスカの評価が、まだ足りない気がするんでね。うん、踏みたい。で、終わってくれました。ディフェンス終わってくれましたね。OK です。では、ここで、やっていきましょう。で、スカイラブハリケーン終了。では、次、ミラクルドライブシュートが来てほしいな。告白はまだ来ないけどね。うん。あ、ミラクルドライブシュート来ました。OK。じゃあ、これで行って、告白次のターンでも来てほしい感じはするんだけどなぁ。とりあえず、アスカ、あ、評価足んねえなぁ。これアスカ踏まないとまずいね。で、ここで評価上げつつ行きますね。はい、行きますね。はい、ではスピード行きます。で、これでアスカの評価足りますんで、さっさと告白来てほしいなぁ。はい、行くね。結婚破棄したんですか、これでいい。で、松山が福井別進んでいきますね。OK です。で、ここで一回、休みたく、あ、メンタル行く？メンタルでちょうどいいね。ちょうどいい感じにメンタルで、翼の名言ください。はい、OK、いいよ。で、体力回復40ありがたいね。はい、U、OK です。U は終わっちゃっても、U は早めに終わっちゃっても、金属の成功判定、失敗判定ないんで、さっさと終わっちゃっても大丈夫です。で、ここはディフェンスかな。次、翼踏めば終われるからディフェンス行っときゃいいのかなって感じですね。まあ、体力回復も次できるしね、これでね。はい、ではディフェンス行きます。行きましょう。で、次翼行きます。まあ、でも告白来てほしいって感じはするんですけどね。ここで告白来てくれなかったで、松山の筋力が進んでいきます。まあ、松山。まあ、達人キープもらうか、まあ、積極戦もらうかどっちかだなって感じはしてますが、まあ、とりあえず進めていきます。で、ここでディフェンス踏んでいきましょう。で、翼の名言くださいなと。はい、行きましょう。はい、いいですね。シュート力。で、翼の名言、OK、いいよ。あと1点。で、ここで何を踏むかですが、試合経験点いきたい感じはするけど、これはトリオいっときますね。トリオいっときまーす。はい、で、美咲くんです。美咲くんの福井部終わっていきますね。OK です。告白。うわー、翼か。終わんねえなー。どうしよう、一回休もうかな。一回休もうかなというところですね。まあでもこれはメンタルいっとこうか。うん。告白来そうな感じもするしね。これメンタルいってきます。さすがにそろそろ告白来るはずなんだ。告白来る予想で、ここは、来ません。はい、ゲームメイクをしていく。で、まだ来ない。まだ来ない。で、松山の福井部が終了していく。はい、OK。チームプレイ。キャプテン C。で、メンタルで悪くはないね。メンタルいっときましょうか。メンタルいってきまーす。はい、OK です。はい、そしてセクイチ終了です。まあまあまあ、ぼちぼち。で、2003点。では、セクにやっていきましょう。で、アスカの告白来てくれましたね。OK です。告白来てくれましたね。ナイスです。はい、リードコツ。ねー、ここはね、デート行こうかな。さすがにデート行こうかな。うん。まだ3踏まないといけないやつもあるから踏んでおきます。で、これはカフェで回復のコツもらっておきましょう。はい、OK でーす。で、小野伸二。うん、いいね。で、伸二に聞くで進めておきましょう。
で、ここで激闘を終わらせたい。ここで激闘を終わらせたい。終わった。スピードいいですね。スピード終わってくれました。翼はいないけど終わってくれました。OK です。ちょっと名言がね、進んでないんでね、名言進めていきたい感じはしますが、これで9かな ?9 だっけ、うん。激闘は9終わってる。あと1。テイクオフ行くのもありけど、あ、行きたいな。これ行きたいな。これ行きたいです。うん。技術、しっかりと技術ボタンもらっていきたいんでね、これ行きたいと思います。はい、OK。まあ、サブアカの場合はね、やっぱデッキパワーが足らないんで、まあ、しっかりと技術稼いでいきたい。そしてこれはミサキくん。ミサキくんと緑2はありがたい。で、次、翼と黄色終わらせていきましょう。はい、OK。で、翼の福部終わってきまーす。はい、いいよ。はい、そして、技術振っていきたいですね。オフェンス C ぐらいまで上げたいんだよなー、せめてなー。うん、オフェンス C、テクニック110。そして、まあ、精密、あれ、性格メヒか。それは取っていきたいなと思ってます。で、スピードも振っといて、まあ、ボランチだからね、ディフェンスも振りたい感じはするんですけどね。振りたい感じはするのですが、まあ、後回しでいきましょう。はい。で、スタミナも振っときます。まあ、こんな感じかな。はい。OK です。で、あ、終わらせてくれない、終わってくれない、終わってくれないのであれば、うん。まあ、とりあえず翼。で、名言。OK、いいよ。名言もらってる。ナイス。で、ゆうくんが終わっていった。ここデート行きて、いや、住みてぇな、メンタルできるとありがたいなぁ。うん。はい、メンタル来ました。OK、メンタルでこれが終わってくれるのはありがたい。うん、ありがたいね。はい、で、ここで激闘が終わってきましたので、うん。で、これで10が溜まりました。じゃあ、こっから得意練習頻度。得意練習頻度が来てほしい。あ、来ない。来ないのであれば、これはスルーしていこうか。はい、とりあえずエフェル攻撃いきますね。うん。で、次、デート行こうか。デート行きますね。はい。みさきくん、終わっていく。体力持ってかれてるなぁ。体力持ってかれてるなぁ。うん。これはいけ、あー、翼2人いるけど、これはデートです。2回目で、体力回復ですね。OK。いいよ。ちょっとドリンク使わないといけないかもしんないね、ここはね。うん。で、翼が終わってきた。ファンタグラジスター。はい、成功。ナイス。いいね。ファンタグラジスター成功しました。で、ここで、オフェンス。うん。お、メンタルがめちゃいい。めちゃくちゃいいね。黄色以外来た。ナイス。体力ないんで、ちょうどよかった。で、ミサキくんが終わっていきます。殿下の方と。あー、失敗してる。マジか。金徳失敗しましたね。で、ここでメンタル。オッケー、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 オッケー。体力使わずに、どんどんね、激闘が終わってくるのはありがたい。あぶね、今回ね、体力消費がね、激しいなと、金徳進み具合が激しいなと思ってたんですけどね。うん。まあいい、まあいい、まあいい。はい、メンタルいきまーす。はい、オッケーです。はい。で、得意練習員で来てくれました。オッケーです。はい、で、斧も終わっていきまーす。はい。で、ここでメンタル、あ、メンタルめっちゃ良くない？え、やば？むちゃくちゃ集まって、美咲くんぐらい集まってくる。美咲くん以外集まってくれてますね。最高のメンタルが来てます。さっきからすごいメンタルハマってくれてる。ありがたい。いいね。はい、で、テクニックいきまーす。はい、オッケー。いいですね。で、ここでメンタルいきます。で、次、ミサキくん踏んで終わらせたいところではあります。うん、こんなもったいないんでいきません。で、翼の名言欲しい。翼の名言来い。名言が来ない。で、バザーですね。バザーいきまーす。はい、オッケーです。で、ユーク、うん。で、まあ、バッジがね、ちょっと発動したらしょぼいんだよな。で、ここでテンション上げればいけるけど、ここはデート行ってきます。しょうがない。こんなところでテンション上げてらんないんでね。うん、もったいない。さすがにもったいないです。はい、そして、うん、アスカが終わってきますね。で、ここは、やる気下げてでも、うん、コツもらって、つまし、ビハインドのコツもらっておきまーす。はい、OK です。で、ミサキどこにいる？うん、ディフェンスか。翼と一緒にいてほしかったな。はい、では、とりあえず激闘終わらせていきます。はい、特技練習頻度ありがとうございまーす。いいですね。うん。で、決定力。はい、OK です。で、ここで松山。松山来ない。じゃあ、特技、あー、これ、自然回復欲しいなー。自然回復行くか。自然回復行きましょう。キャプテンシー行きましょう。行きまーす。
はい、松山で、ここでとりあえずそうだな、どっち行く。まあ棒、キープ力いきます。今回達人キープいきます。ちょっとね、石油戦の時長距離砲が全くくれないイメージがあるんで、ちょっと達人キープでいかせてください。はい、行きます。はい、でここでメンタル、おードリンク飲みてえな、ドリンク飲みてえなって感じはしますね。ドリンク飲みて、飲むか、飲んでいきましょう。まあいい、まあまあまあこの辺で使っちゃってもちょっと大丈夫。オフェンスいきます。はい、オフェンスいきましょう。はい、オッケーでーす。はい、5933ではセクさんやっていきましょう。はい、オッケー。で、ここでいいタックが来ているのですが、あ、まあ、とりあえずこれ踏みます。はい、オッケー。で、翼、来い、翼、翼、名言。オッケー、名言、いいね。で、まだ4つ目か、まだ4つ目か、ちょっときついな。ささっと終わらせたいんだけどな。ささっと終わらせたいんだけども、今回、ちょっと神業トラップが怪しくなってきた。てか、金徳がひたすら失敗する。マジか。ちょっときついぞ。で、ディフェンスとりあえず行こうか。まあ、ここは、まあ、体力回復せずに行きたい。体力回復せずに進んでいきたい。で、パワーも振っときます。まあ、筋力精神はね、そんな気にはしてないけど、技術もうちょっと稼いでいきたい感じはしますね。はい。では、ディフェンス行きますが、あ、これ使うか。一応使っとこう。20回復なんで、これは使っちゃいます。で、ディフェンス行きまーす。はい、終了。で、ここで、松山。松山の激闘が来てほしい。松山の激闘を終わらせていきたい。行きましょう。来ない。来ないか。来ないか。じゃあ、テイクオフ行っておきましょう。テイクオフ行ってきまーす。いいですね。で、ここでアスカ、回復もらいます。はい、オッケーですね。クロス。はい、いいでしょう。で、ここなんですけど、デートで、ああ、これはメンタルでいいや。二つ終わるからメンタル行ってきます。で、次デート行って、いやー、次、その次のターンでね、激闘終わってくれれば、ワンチャンもう一個、もう一種類だけね、激闘いけるはずなんですよ。なので、ここはデート行きた、いやー、行きたいな。今、いい感じにテクニックも終わってくれてたんですけど、その次がテンション上がるわけがないんで、これ、行っときます。で、ここで、デート。行っといて、ここで激闘終わらせよう。ここで終わらせよう。ここで、終わらない。終わらないのであれば、とりあえず、まあ、翼踏めないな。さすがに3-1、OK。で、ここで、フィジカル行って、翼の名言もらって、激闘さあ、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 ここで、できれば松山踏んで2ターンで終わらせたい。2ターンで松山終わらせたい。8月3週で、9月1週で終わらせたい。はい、そして5個目。で、松山来た。さあ、終わらせていこう。さあ、ここ大事だよ。ここ終わってくれればいい。滑り込みです。3つ、3つ、3つ。お、行った。オッケー、ディフェンス。これはディフェンスいきます。で、ここはさすがに回復ないから、ディフェンス行きまーす。はい、11%通りました。で、次デート行きます。次デート行って、その次のターンで終わらせてくれれば OK。終わらせよう。終わらせていくよ。うん。じゃあここ、ちょっと能力だけ振っときます。ディフェンス100にしとこう。うん。で、テクニックも上げていきます。で、スピード上げていきます。で、パワーも上げたい感じはするんだが、スタミナも上げたい。はい、こんな感じでいこう。はい、オッケー、アスカが終わってきまーす。で、これも回復、オッケー、回復はありがたいぞ。で、こう、わー、終わってくれないのか。じゃあ、とりあえずこれメンタルいって、一旦ちょっと伸びちゃうけども、なんとかしよう。あ、でも、シャッフルしようか。オッケー、終わってくれた。終わってくれた、オッケー、フィジカルいきまーす。はい、オッケーです。で、ここで松山くん終わってくれたんで、ここからしっかりとね、金徳3つ、そして得意練習、お、得意練習頻度から来てる。オッケー、いいよ。これ踏んでいきます。で、小野伸二、いいよ。さあ、ここからはね、タックハマってくれれば、ここまでハマってなくても大丈夫。で、これは、ディフェンスはね、5-3で終わってくれるのはありがたい。でも、ちょっと体力的に厳しいんで、翼の名言しっかりともらっていきたいですね。まだ翼の名言5個しかもらってないのが厳しいよ。うん、厳しい。はい。では、ディフェンスいきまーす。はい。行きましょう。はい。小野伸二、OK ですね。でか、名言もらえなか、名言もらえないね、本当に。名言もらいたいんだけどな。くれよ。くれよ。
で、ここはね、あー、テクニック。あ、これはね、勝負しよっか。これはちょっと勝負します。で、ここで、能力は、振らなくていい。では、テクニックいきます。16%。で、翼の名言。ハマってる。さあ、来い、翼。翼が全く来ねえな。あー、オフェンスいけるけど、これはちょっと一回デート行きたいと思います。体力的にもう無理だ。ここでドリンク飲むのはちょっとナンセンスすぎるんでいきません。はい、デート行きまーす。はい、アスカいいですね。はい、オッケー。で、セック3終了。11,177 ということで、セック4やっていきましょう。まあ、テクニック110で、性格無比。星3までは、なんとかしたい。なんとかしたいと思ってます。技術ハマ、お、いいね。テクニックできてる。じゃあ、これで終わらせていきましょうか。では、テクニックいきまーす。ミサキくん。で、まあ、技術は溢れないんで、このままいきますね、と。はい、オッケーでーす。で、稼いでいけますね、と。で、ここでキラーパス、マジパ。マジパから行きましょうか。技術のあれ欲しいからね。マジパから行きまーす。で、クロス。うん。はい。で、テクニック、あ、オフェンスいいね。オフェンスむっちゃハマって、いや、来たな、これ。いいな、テンション上げたい感じはするのですが。まあ、とりあえずテンション上げていこうか。はい。で、オフェンスいきます。で、翼の名言くれ。次6回目だもんな。次6回目。さあ来い、名言。さあ名言。さあ名言。オッケー。6回目、いいよ。で、ここで、あ、スピードオフェンス終わっていく。オッケー。で、翼の名言もらっていきましょう、これは。名言もらっていこう。で、とりあえず技術系振っとこう。あ、触れないのが一番最悪だからね。はい、キャプテンシーも振っとこうかな。うん。で、根性振っといて、サッカーの、闘争心も振っとこうか。精神ちょっと溢れそうな感じはするからね。はい、では、スピードいきまーす。あ、精神は溢れないか。いいのか。いいんだな。キラパでも溢れないよな。はい、で、ここで名言ちょうだい。名言7個目。7個目だよ。はい、マジパ終わっていく。で、ここでゾーンまでもらえるよね。で、翼。で、名言もらった7個目。はい、で、体力回復来てます。OK。で、キラパですね。これはキラパ行きます。キラパ行きましょう。はい、激闘は結構いい感じに来てる。来てる。あー、テクニック行きたい。テクニック行きたい。テクニック行きたい。技術稼ぎたいなー。60下げてまで行く。60でやる気下げてまで行くか。これは行きたいな。ちょっと行きたい感じがするな。そうだな。はい、行ってしまおう。60回復しときます。いいです。で、ここでテクニック。うん。結構いい感じにね、美咲くんにで緑が3なんだよ。結構ありがたいんですよね。で、技術もうちょっと振ります。もうちょっと振っちゃいましょう。で、トラップも取っちゃっていいかな。神業トラップ来てほしいね。はい。では。では、これでいきます。はい。では、テクニックいきまーす。はい、行きましょう。OK ですね。あと3回だな、名言。いけるかな？無理だな。で、ここで、さすがにデート行きたい。さすがにデート行っておきたいので、あ、いいけどな。いいけどな。これすごいいいけど、これはデートかな。デートだね。デート行きます。はい、そして、遊園地か。喫茶店は先行った。はい、シュートレンジ。はい、そして、ここでオフェンステクが、微妙だな。こっちだな。こっち行きます。うん、こっち行きましょう。で、翼の名言。8個目 ?OK。終わっていく。で、ここでテクニック終わっていきます。OK。終わっていくのはありがたい。終わらしていこうか。終わらしていこうか。はい、で、微妙だな微妙だな性格も引けるかな。テクニックはオフェンスハマってくれなんて厳しいな。オフェンスまでできれば100までいきたいんだよな。はい。では、テクニックいきまーす。はい、OK です。で、ここでキラーパスが終わっていく。あとはもう野生の嗅覚はぶっちぎり。どっちが取りたいと思う？まあ、経験点はめるなら野生の嗅覚の方がいい。うん。翼だからね。野生の嗅覚いきましょうか。ジャイアントキラーでもいいけどね。野生の嗅覚言いたいと思います。経験点はめていきます。はい、そしてここで、行きたい。行きたい感じはするんだが、ここちょっとね、遊びます。遊べば、9個目ね、取れるんですよ。9個目だから10個目、あと1回踏めばいい。なので、うん、残り3ターン。
デート行ける回数あと、ね、ゲートと名言であと3ターンあるから、うん。まあ、2回中1回踏めれば OK かな。で、翼。翼な、ここはデート行こうかな。ここは普通にデート行きたいな。で、残り2ターン。12月2週、12月3週でできれば、ね。翼名言もらえれば神業トラップもらえます。はい。テクニック、これは行こう。これは行く。勝負です。勝負です。で、まあ、性格無比だね。で、テク。いけそうな感じもするけどな。はい、とりあえずテクニックいきます。で、ここで神業トラップ欲しい。神業トラップもらいたいです。さあ来い。神業、来るでしょ。来ないんかい。あと1個。あと1回。次で来ないとまずい。で、性格無比いくでしょ。あー、もうこれは翼勝負ですね。翼勝負いきましょう。もうラスト翼勝負いきます。うん。で、オフェンス振ってきます。いや、オフェンスはごめんなさい。パワー振ってきます。パワー振ってって、テクニックいって、で、翼の名言、神業ドアップ、ここで来い。ここで来い。ここで来いよ。うわぁ、2連チャン外した。2連チャン外した。てか、金徳めっちゃ失敗してる。三崎松山で、神業ドアップ。でも、技術は結構稼げた。これは稼げたぞ。で、終わっていくが、これはタック踏みたいんで、オフェンス、あ、いいね。これはタック使っていこう。で、100% の方行きたい。怪我率 0% の方行きたいな。うん。で、最後一応テンション上げてね、終わる可能性もあるんでね。それを置いとくということで。はい、まあ、とりあえずここでいいよね。うん。まあ、あとは赤一つだからね、終わると思う。はい。OK です、突破力。で、ここで、赤。あ、メンタルか。メンタルか。行こうか。で、この辺取ってきて、たいね、マジックパスもちょっと早いけど、まあ、ゾウも取っといて、タツキーか、タツキーはいけるよな、多分な。うん。まあ、技術あと1回でかいタックね、次来てくれれば終わると思う。終わると思ってる。終わると思ってる。では、メンタル。あ、シャッフルするか。ここちょっとシャッフルしましょうか。シャッフルありだね。うん。で、うまいことハマってくれれば、ドリンクもあるし、シャッフルいきたいと思います。はい、行きましょう。で、ここでタックのとこ。オッケー、オフェン。あー、来た！ナイス！いいね。シャッフル勝ちです。シャッフル勝ちしました。で、技術が溢れそうなんで、この辺振っといて、パスコツはね、取りたくないんですよね。パスコツは取りたくない。で、ここでマリーシアがなんか、あ、フェアプレイか。取れますね。オッケー。じゃあ、ここでオフェンス行きたいと思います。で、ドリンクは足りますんで、これでオッケーです。では、オフェンス行きたいと思います。はい。いい。いいよな。これ溢れるのはしょうがない。もう技術乾燥してるから、乾燥するのはしょうがない。はい、ではオフェンス行きます。行きましょう。これでテクニック110はいけますね。110はいける。そしてオフェンスも100までいけそうな感じはする。で、最後のターン、でかいの。で、ここでワンチャン大一番終わってくんねえかな。それ以外しょぼすぎるから、これ大一番狙おっか。はい、伝説の始まり行きまーす。行きましょう。で、ここでサクッとピンチャン行きます。で、ここで、テクニック110まで持っていく。かな、うん、で、技術系も結構取れてるからね。いけるね。うん。試合終わったら全然いける。しかも、あと1回練習ある。終わるね。オッケー。うわ。はい、終わりました。2-0 です。オッケー。ボランチ終わりました。はい、そして354ということで、さあ、ラストターン。でかいタック。あー、ダブルタックか。まあまあいいでしょう。ダブルタックならオッケー。で、ここで 150% 上げといて、うん。いいね。いい感じだよ。で、オフェンス振れんじゃねっていう感じはするんだよな。でも筋力精神。まずこっちか。まず筋力終わらせるか。でも筋力使いたいんだよな。シュートレンジ。で、ここでマッチアップ。ロングスローを。そうだよな。タイエース。敏捷もうちょっと欲しいな。敏捷もうちょっと欲しいけど。まあまあまあ、いい感じに振れたんじゃない？で、オフェンスいきます。で、ここでオフェンス振ればいいもんね。技術余るもんね。うん、いいよ。はい、サクッとピンちゃんいきます。てか、これさ。もしかしたらだけど、まあ、たらればなんだけど、神業トラップ、で、長距離砲、で、殿下の方とか、まあ、その辺成功してれば、XS いけたね。もしかしたら、長距離砲は、ま、しょうがないとしても、それ以外で XS いけたかもしれない。うん、惜しいことをしてしまいました。はい、まあ、とりあえず、これでいこうか。まあ、オフェンス90までいけばいいや。はい。野生の嗅覚は、ま、後で取りたいと思います。まあ、この辺も取ろうか。はい。では、行きたいと思います。行きましょう。はい、2-0終わりました。オッケー。経験点結構出たんじゃない？セク3までは11000点ぐらいでハマらなかったけども、セク4で結構ハマってくれた。最後の方でね、
かなりハマってくれたんで、OK だと思う。はい、ゆうくん、終わっていくよ。はい、エピログ。で、パスコツで、アスカのアシストをもらって、いきましょう。で、経験点はいくら出ましたかと、29000点ぐらい出てんじゃないかな。結構出た感じはする。セクヨン爆発したからね。はい、29217。はい、振ってまいりました。いい感じに振れたと思う。うん、経験点バランスも良くない。うん、悪くない。で、ここであとオフェンスのね、関数タック1回くらい踏めてれば、オフェンスもどんどん上げれたら、上限解放できたかなって感じです。で、USS8 ということで、あと、ほんと成功してくれば、うん、XS 乗りましたね。惜しいことしてしまいました。むちゃくちゃハマったのでね、また今度、挑んでいきたいと思います。サブアカでも全然スマイル使ってても、XS はいけると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。